こんにちは、ポコポコ、ポコポコ、ポーコーチン TV でございます。というわけで今日は珍しく私がコインマジックを皆さんにお見せしようかと思います。コインマジック、トゥントゥントゥン、ピカーとね、2、3分考えたらね、あ、これ意外と良くないみたいなね、思いついたんで、まあ皆様でね、これどうすかみたいな感じで、ただ単にね、まあ見ていただければっていう思うわけなんですけど、別に解説しなくてもね、まあ、わかるものだしね、目新しいものでも何でもないんですけれども、一応ね、まあご覧いただいて、皆様なりにね、評価していただければと思うわけなんですけれども、まあコイン使います。ちょっと出してもらっていいですか。じゃあこのコイン握っといてください。はい、ありがとうございます。じゃあ今からですね、吸い取ります。あなたの手の中にあるコイン吸い取ります。感じました。吸い取りました。吸い取られた感じはしない。消えた感じはしない。まだコイン手の中にある感じします。お、する。ゆっくり開けてみてください。オープン。コインがバニッシュ。金属の部分だけバニッシュ。はい、っていう感じのものなんですけれども、まあ、そんな目新しいものじゃないですし、アイデア自体はね、別にある、もともとあるようなものなんですけれども、ね、これ、一目惚れしたんですよ。珍しく。マジック商品ね、今はね、もう、あ、欲しいのそんなないですよ。だからリクエスト来たやつは大体買うっていう感じなんですけれども、これはね、マギカさんっていう、まあ、マジックショップあってね、僕はほとんど使ったことなかったんですけれども、マギカさんのツイート見てて、うわ、これよくねみたいな感じで、説明書とかついてるようなものじゃなくて、うわ、これは使えるっていうもので、まあ、買いました。で、お値段がね、998円なんですけれども、ちょっと動かなくなってしまいました。クリアハーフダラーっていうもので、998円マギカさんで買いました。で、まあ、即買いしたわけなんじゃないんですけれども、まあ、1万円ね、まあ、まとめて買ったうちの一つでございます。まあ、どういうものかっていうと、まあ、透明の、ハーフダラーですね。で、ワシさんとケネディさんが、まあ、ちゃんとこう、掘られておりまして、まあ、金属の部分だけ、まあ、こういうのがついてくるんで、まあ、取れたよみたいな、まあ、説明書とかは、まあ、ついてこないんで、まあ、適当に今パッと考えたんですけれども、まあ、こんな演じ方しなくてもいいですし、まあ、似たようなね、ことやってる人はたくさんいます。で、お前じゃこれ買わないとできないじゃんって思うじゃないですか。特別に教えますよ。うん。東京アンズとか行けばね、うん、似たようなものが手に入ります。別に、和紙さんとかなくてもね、まあ、いいかもしれません。オムニデックないですからね。和紙さんやケネディさんが書かれていないものでよければ、まあ、その辺で手に入るのではないでしょうか。まあ、ただ単にね、これは和紙さんと、まあ、ケネディさん書かれていて、そんな高いもんじゃないんで、あ、これは使えんじゃねえのみたいな感じで、もし僕が現役のマジシャンだったら、まあ、即買いしてたなっていうことで、まあ、皆さんにこれ紹介しようと思って、まあ、僕が一目惚れした商品でございます。コスパ良し、アイディア良しということでね。で、別に解説するようなことじゃないですけれども、まあ、特に、まあ、チェンジして、まあ、バラバラだったかもしれないですけど、これ透明だとね、まあ、何がいいって、まあ、わざとちょっとパーム漏れするような感じでパームしてたんですけれども、まあ、お気づきかでしたかね。ちょっとまあ、手映ってなかったかもしれないですけど、透明だからね、ストレスフリーなんでね、これ、光っちゃうね、キラーンってね、ここに注目されてなくても、キラーンってする場合があると、まあ、なんか持ってって気づかれるんで、まあ、隙間が、特に僕隙間があるんでね、まあ、ちょっと嫌なんですけれども、そんなね、気になる、まあ、ちょっと相手でも問題ないし、最悪ね、クラシックパームとかしてて、こう、まあ、これちょっと無理か。両手こう、何もないよ、みたいな見せても、まあ別に問題ないんじゃないかな、ぐらいな。はい。非常にストレスフリーな感じでございます。コインマジックの一通りのルーティンを終えて、まあ好きなやり方で、まあ、まあ、3パーム入れながら、まあバニッシュしたりして、まあラッピングするなり、胸ポケット処理するなり、まあ何でもいいんですけれども、まあ、相手に持たせとく。で、持ってる状態で消えましたって言います。で、相手は、いや、消えてないって。もう手の感覚であるから消えるはずないっていうね、アイデアの中では本当にコインがないのに持ってるように錯覚させるものとか、まあ、これは解説する気はないんですけれども、そういうアイデアとかもあったりするんですけれども、今回のものはもう完全にあるから、いや、消えたはずないっつって、開けると、まあ、消えてるよ、みたいな感じで、まあ、オムニデックに近いようなものですね。オムニデックっていうのは透明なカードのことなんですけれども、で、これをですね、まあ、僕が思いついたアイデアはここだけなんですよ。鼻の中にね、突っ込んで、
ね、鼻から落とすってね、うん、まあこれだけなんですけども、まあおそらくね誰も採用しないと思うんですけれども、いや俺ね最初ねこれいらんくねと思ったんですけれども、よーく見てたらね、あ鼻くそに見えんなってことでね、これ先の方入れたら死んじゃう、下手すら死んじゃうから気をつけてくださいね。反対の方ね、まあ僕はこれあれですから、僕だからこうやってるだけでみんなあの死んじゃいますからね、これ気をつけてやってくださいね。鼻にあのね金属部分だけ吸っときましたんで、金属の光沢取りましたよみたいなアイディアでございます。はい、という感じで皆様いかがだったでしょうか。アイディア無限大だと思います。必ずしもこのやり方である必要ないですし、まあ自分の手の中でね行ってもいいんだけれども、お客様の手に持たせて間違いなくコインを持ってる、消えたはずないって、あのオムニデックの時もそうなんだけど、消えるわけがないと思わせて消えた、意外な消え方、そういう消え方みたいな感じで、まあねちょっと、これ僕の動画を機にね、まあ、これは、超ヒットするマジック界のオムニデックぐらいのね、まあ、ヒット作になるのではないかぐらいなね、まあ、誰も見ないかもしれないし、今日いらねえと思った方はね多いかもしれないんですけれども、あのコインマジックなかなかさ、手軽にできるのなかなかなかったりね、あの僕も手汗かきやすくてね、クラシックパーム長時間するとか無理なんで、まあ、こういった気楽にできるもので、まあ、意外性のあるもので、まあねなかなか受ける、うわーって受けるのなかなかねコインなかったりするんで、これは受けるものじゃないかなと僕は思います。ただね人に見せたことはありませんっていうところだけね、まあ、ご理解いただければと思います。高い買い物じゃないのでね、別にさ案件とかじゃないですか、別に勧められてもないし、なんかコミュニケーション取ったりもしてないんでね、ご安心してください。まあ僕がツイッターでたまたま見つけて、ああこれいいなと思ったマジック商品の紹介&レクチャーでございました。ボコボコボコ、はい、補足なんですけれども、これついてきたこれね、あのねかなりねとんがってて、あのねもしポケットからパームしてくるときにこれね手に刺さったりとか鼻の逆方向に入れたらかなり痛いだろうしね、まあ、ちょっと下手すらこれ怪我すると思うんで、まあ、ヤスリで削ってまん丸にしとくとかね、まあ、そういう工夫がないと、まあ、ちょっと怪我してしまう可能性あるんじゃないかなとパッと思いましたので、まあ、そのあたりねご注意していただければと思います。